はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条久弥のスケープレディオセッション3。どうも、音楽レーベルスケープレック東京の北条久弥です。はい、本日571回目の放送になります。今週は某 CM 曲の締め切りがありました。サイズが15秒だったんですが、15秒という尺の難しさを再確認しました。音楽って本当に奥が深いです。さて、本日のスケープレディオは音と静寂の天才アーティストをレコメン。今日のスケープレディオは音と静寂の天才アーティストロジャー・イーノをレコメンしたいと思います。アンビエント好きには言わずもがななブライアン・イーノの弟です。まずは簡単にロジャー・イーノのプロフィールを紹介しますと、イングランド南東部のウッドブリッジ生まれの音楽家マルチ奏者がロジャー・イーノです。12歳でユーフォニアムを習い始め、コルチェスター・インティストゥートで音楽史、楽理、ユーフォニアム、和声、演奏を学びます。卒業後はロンドンで路上ライブ活動をしていましたが、母校に戻り音楽療法のコースを開講。1983年、兄のブライアン・イーノのスタジオアルバムアポロのレコーディングに参加し、プロとしての活動を開始。翌1984年、デビッド・リンチ監督の SF 大作デューン砂の惑星のサントラに兄ブライアンとコライトしたプロフェシーのテーマを提供。1985年にイージーレコードと契約し、エリック・サティの影響が濃いと言われたソロデビューアルバム、ボイセスをリリース。1988年には室内楽編成によるアンビエントミュージックを収めたセカンドアルバム、ビトウィン・タイズをリリース。2023年、待望のニューアルバムをリリース。はい、簡単にロジャー・イーノのプロフィールを紹介したのですが、兄であるブライアン・イーノと共作し、楽曲提供をした映画に、ナインハーフやオペラ座、血の喝采、トレインスポッティングなどがあり、映画音楽やサントラ参加でも有名です。2020年には兄弟名義のアルバム、Mixing Colors をリリースし、大きな話題を呼んだんですが、今回はソロです。ブライアン・イーノは電子音で作られたアンビエント楽曲が多い印象ですが、ロジャー・イーノはピアノも弾き、和声も習ったということもあり、ピアノやストリングスなど生音を使った楽曲が多く、よりクラシカルな作品が多いです。今回ロジャー・イーノがニューアルバムをリリースするレコード会社、ドイツのグラマフォンなんですが、1898年に創立された世界で最も長い歴史を持つクラシック音楽のレコードレーベルです。クラシック好きの方には特におなじみのレーベルかと思いますが、設立されたのがなんと1898年。日本はまだ明治時代。そんなレーベルが今も続いているなんて本当にすごいと思います。それではそんなロジャー・イーノの楽曲3曲続けて聴いていただきましょう。ファーストアルバムのボイセスからもかけたかったんですけど、こちらサブスクに入っていなかったのでアポロから1曲と思ったんですが、アポロからは今年ブライアン・イーノをレコメンした際にかけましたので、1曲目は2020年作ブライアン・イーノとの共作アルバム Mixing Colors より Alice。 2曲目はニューアルバムのリード曲 Through the Blue。 3曲目は娘セシリー・イーノがボーカルを務める Strangely I Dreamt。 聴いてください。1曲目は2020年作ブライアン・イーノとの共作アルバム Mixing Colors より Iris。 2曲目はニューアルバムのリード曲 Through the Blue。 3曲目は娘セシリー・イーノがボーカルを務める Strangely I Dreamt。 聴いていただきました。コードは地球でメロディーは地上にそびえる木、音と静寂の魔術師ロジャー・イーノニューアルバム The Skies They Shift Like Colors はグラマフォンより発売中です。今日レコメンしました3曲は Spotify Podcast で楽曲も込みで聴けますので、ぜひチェックしてください。それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条久弥でした。